それではまずはじめに全日本プロレスリング株式会社代表取締役社長、馬場翔平より皆様にご挨拶を述べさせていただきます。どうぞお受けくださいますように。それでは馬場社長どうぞ。本日は大変お忙しい中を全日本プロレス25周年記念においでをいただきまして誠にありがとうございました。おかげさまをもちまして25周年を今日迎えることができました。25周年、25年といってもやっぱり過ぎてみれば誠に早い日々でございました。私たちは工業会社でございますので、やはり世間の景気の良し悪しに左右されることもたびたびでございましたし、25年の間にはいろんな事件もございました。しかし日本テレビさんの強力なバックアップと選手社員の頑張りが今日を迎えることができましたことと、ひとえに皆様の温かいご支援の賜物等でございます。我々は25年前に力道山先生の意思を継いで旗揚げをしたわけでございます。これからも多くのファンに支持をされるプロレスを目指して30年50周年記念と選手社員一丸となって進んでまいりたいと思います。皆様の一層のご支援とご鞭撻をこれからも賜りますようにお願いを申し上げまして、挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございました。
これだけ盛況になったテレビ、テレビによってですね、全国民のあるいは、これはもう世界共通ですけども、の生活が左右される、考え方も左右されるという非常に大きな力を持つようになったわけでございますけれども、そのテレビをことに日本テレビがご存じのとおり、最初に免許をもらいまして、あったことは受動機があったことですが、わずか3000台だったんです。それがですね、1年後には1万台になり、それがどん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 増えたわけですけども、これに、を支えといいますか、盛り上げてそういう結果をもたらしたのは、野球もさることながらやはり、プロレスの力が、大なるものがあったというふうに信じております。25周年にふさわしい、プロレスのイベントを何か一つ皆さんにお考え願いたいと、これは私の個人的な、お願いですけども、一つそれも合わせてお願いし、今後ますます全日本プロレスの、女性流を心から記念いたしまして、私のお祝いのご挨拶に返させていただきます。どうもおめでとうございました。どうもありがとうございました。力道山先生の、力道山の先駆者であります力道山の精神をしっかり受け継ぎまして、そして今日こう25年を迎えましたのが全日本プロレスであるということを自信を持ってこれらの選手の皆さんは、言わせていただけるんじゃなかろうかと思います。改めて選手諸君です。それではそれぞれ皆さん、木槌をお持ちいただきまして、これはぶっつけ本番でございます。リハーサルなしでございますので、せーのと私の方で申し上げましたらば皆さん恐れます。ご臨席の皆様にはよいしょと、声をかけていただきまして、鏡を開かせていただきたいと思います。参ります。せーの、よいしょ。それでは改めてここで乾杯を執り行わさせていただきたいと思います。全日本プロレス、本日ここに25周年をお迎えになられましたこと、馬場社長をはじめ、全日の役員、選手の諸君、並びにこうして本日お集まりのファンの皆様方に対し、心からお祝いを申し上げたいと存じます。今徳光アナウンサーのお話もありましたように、私どもは創刊以来ずっとプロレスと一緒に歩いてきた活字でございます。従いまして、この25周年というのはまた別の意味での感慨無量なものがあるわけでございます。日本のプロレスのまさに老舗である全日本プロレスには、今後とも期待に期待抜いて本来の面白い力強いプロレスを見せていただきたいというふうに、願うものであります。全日本プロレスのますますのご発展と、馬場社長をはじめ選手の皆さんのいよいよのご健闘合わせて、本日ご参集を賜りました皆様方のご健勝を記念いたしまして、乾杯を今今度取らせていただきたいと思います。どうぞ声高らかにご唱和ください。乾杯。それで改めてこれまで、共にいい汗をかいてまいりました。そしてまた共に寒難を越え真空を吸収してまいりました、そういった皆さんを、表彰させていただきたいと思います。多くの素晴らしい外国人レスラーを、送り込んでくださいました。1回のミスもなく、ニュージャパントラベルセンターオーナーの江名義隆さんも、25年間全日本プロレスと共に歩んでまいりました PWF 会長ロード・ブレアース様に感謝状の贈呈でございます。勤続年数25年、大場正夫専務取締役営業本部長でございます。それでは続きまして、勤続25年、馬場幸子さんです。同じく勤続25年は郷田光雄さんです。続きましては勤続23年に参ります、ジャンボ鶴田さん、口正信さん。続きましては22年、勤続22年をの方 4人の方をご紹介いたします。まずは皆さんおなじみスタン・ハンセン選手、
星野松尾様、和田恭平様、千秋義則様、よろしくございますか。続いては勤続20年です。勤続20年は関口松尾さん、勤続年数19年新井博道さん、17年リングアナウンサーでおなじみの中田龍さん、同じく17年馬場俊子さん、16年になりますと選手が顔をのぞかせます三沢光さん、続いて16年根本武彦さん、永年勤続15年川田俊明さん、引き続きましての表彰はこの辺りが全日本プロレスの心ではないかなと思います。嬉しい表彰です。城樋口さん、城樋口さんはもちろん以前はレスラーでございましたが、昭和47年10月21日の旗揚げから今年の3月1日日本武道館での引退までレフリーといたしまして、この道一つに頑張ってこられました。続きましては、実はこれは全日本プロレス社員の皆さんが、今日この25年節目を迎えまして、ぜひ表彰そして感謝をさせていただきたいということで、馬場社長並びにその陰の力となって25年全日本プロレスを文字通り支えてきてくださいました元子夫人に記念品の贈呈でございます。どうぞ、お二方壇上にお進みいただきたいと思います。三沢選手が代表して送らせていただきます。三沢選手と大場さんからの贈呈でございました。全日本プロレスの社員の皆さんが、こういうふうに申し上げておりました。馬場社長そして元子さん、私たちレスラー社員一同はみんなプロレスが好きで全日本プロレスが大好きなんです。社長は人前で決して大きなことは言いませんが、私たちは心の中で全日本プロレスが世界一のプロレスだと信じております。これが私たちの生きがいでもあります。私たち明るく楽しく激しいレスラー社員といたしまして、全員これからも頑張っていきたいと思います。これは私たちの支えから気持ちでございますが、どうぞお受け取りくださいという、馬場社長そしてまた元子人、そういったような社員レスラーの皆さんの気持ちが込められております。本当に馬場社長元子さんありがとうございましたと添えられております。そして本当にご苦労様でございました。阪神淡路大震災チャリティー興行のご紹介でございます。これは全日本プロレスの会場には今でも募金箱が置かれ続けております。で、全日本プロレス25年の歴史の中で実は一度だけ本当に大きな出来事に遭遇したことがございます。それが今から2年前1月の17日でございました。もう皆さんのご記憶にも生々しい阪神淡路大震災が起きたわけでございます。ちょうどその時に全日本プロレスは新春ジャイアントシリーズの真っ只中でございました。しかも2日後には大阪府立体育館で試合が組まれておりました。で、この大阪大会をですね、予定通り行うかどうしようかかなり迷ったわけでございます。世間の声も当然気になりますけども、こんな時に興行いたしますと品質を買うんではないかということが予想できたからでございます。で、しかし悩みに悩んで考えに考えた末に出ました結論が、こういう時だからこそプロレスによって人々を元気づけたい、それがプロレスの役割と使命ではないかと思いました。でも、結果はですね、どんなものか全く分からなかったわけでございます。で、大阪へのバスの移動も大変でございました。それでもなんとかたどり着くことができました。そしていよいよこれから始めることになったわけでありますが、テレビ中継はもちろん中止になりました。で、周りの状況は全てにわたって厳しく恐る恐るの興行でございました。そういう中で行われましたイベントの3観戦、川田対小橋の試合は60分フルタイムのドローでございました。試合が終わった瞬間、実は会場から一斉に全日本コールが沸き起こりました。この時ばかりは本当に試合をやってよかった、プロレスがファンの人に役立つことができてよかったと、みんなそう思いまして目頭を熱くした。それが2年前の本当に1月19日でございました。奇跡の感動のシーンでありましたけども、もうあんな体験は二度とできることはないだろうというようなことを言っておりました選手諸君でございます。そしてまた関係者であります。で、またこの日のですね、ファイトマネーの全額と、それから9月15日ファン感謝デーで行われましたチャリティーオークションに全レスラーが出品いたしまして、ファンの皆さんのご協力によりましてたくさんの義援金を募ることができました。これもご報告させていただきたいと思いますが、ご周知の通り馬場社長のご婦人ご令嬢様でいらっしゃいます元子さんのご実家は明石です。
で明石も実は震災で直撃を受けました、元夫人の実家も実は壊れました、馬場社長にとりまして阪神淡路大震災は、まあ、本当に一言ではなかったわけでございます。でシリーズが終わった翌日馬場社長は明石に来まして昼夜を問わず阪神間の救援活動を行いました、さらに淡路島に渡りました、救援物資をそっと届けるためでございます。でその時に馬場社長の目に映ったのは実は大変高齢者つまりお年寄りを召された方が多かったということでございます。馬場さんは、ご存知の方はよくご存知なんでございますが、大変に高齢者を大切にする方でございます。実はその淡路の北谷町という町の人口1万1000人のうち65歳のご高齢者が 25% を占めていることを馬場さんはこの阪神淡路大震災で知るわけでございます。でこの町は今も実は復旧に向けて頑張っているわけでございますが、その北谷町の町長さんより馬場社長宛に実は一通の手紙が届きました。そこには町民を馬場さんの力で勇気づけてほしいというメッセージが書かれてございました。で馬場さんに2年前この記憶がよみがえってまいりましてですね、この町長からのお申し込みを本当に即断で快諾いたしました。で今回旗揚げ25周年記念の一環といたしまして町民無料の明るく楽しく激しい全日本プロレスを10月5日つまり、もうしばらくいたしますと10月5日が訪れるわけでありますが、その日曜日に開催する運びになったわけでございます。2年9ヶ月の時を超えて震災を受けた人々と全日本プロレスが再びここで出会うことになりました。10月5日北谷町の皆さん、ぜひどうか楽しみに待っていていただきたいと思いますが、選手一同その日はかなり一生懸命なファイトをお見せ、することをお約束させていただきたいと思います。改めて町長さん本当にお手紙、ありがとうございました。全日本プロレスは光栄でございます。改めてここで北谷町の町長でいらっしゃいます、国保正夫様をご紹介させていただきたいと思います。ただいまご紹介をいただきました阪神淡路大震災の震源地の町ということになりました兵庫県淡路島北谷町の町長をやっております国保正夫でございます。今日は何をさておきまして、全日本プロレス株式会社の25周年記念お祝いを申し上げます。この度、馬場さんはじめ選手の皆さん方の熱いお心をいただきまして私どもの町で初めて淡路島開闢以来始まって以来のこのプロレス興行をチャリティーでやっていただくことになりました。私はこの皆さん方の熱いお心がですね、まだその大災害からの苦しみに負っております皆様方の心を慰め希望と勇気を与えてくれるものであるというふうに確信をいたしております。10月5日といえば私どもの地方では何千年来続いてきた秋祭りが行われるわけでありますけれども、多くのところでその秋祭りを延ばしたりあるいはキャンセルをしたりして皆様方のご一行をお待ちをしているところでございます。私どもの町そして淡路島を挙げて皆様方を歓迎して、そして、素晴らしい、プロレス興行をしていただきたい、このような気持ちでいっぱいでございます。今日はそういうことでお礼を申し上げるために淡路島から参ったわけでございます。どうか皆様方の今後とものご声援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。国保町長本当にありがとうございました。それでは選手一人一人が退場していきますが、これはやはり全日本プロレス勤続17年中田龍リングアナウンサーによりましてご紹介していただきたいと思います。じゃあ中田さんお願いします。それではご紹介させていただきます。金丸義信、志賀健太郎、井上
マウナケアモスマウホンダタモウハセヒロシエゲンハルカラッシャーキムラウ大森タカオ秋山ジュン富士正信桃田水尾小橋健太田上明川田俊明三沢ジャンボ鶴田ジャイアントババ今や日本のリングのエースになっております三沢水晴選手です。本日は、全日本プロレス25周年記念パーティーにお越しくださいまして本当にありがとうございます。これからも小林社長をはじめ、レスラー社員みんな力を合わせてもっともっと頑張っていこうと思っていますのでこれからも応援よろしくお願いします。とりあえず中締めということなので3本締め、お願いいたします。よーよーよーありがとうございました。選手を代表いたしまして三沢三沢選手より、皆様に改めて御礼のご挨拶そしてまた、中締めをさせていただきました。
日、行わせていただきます。皆様お手元に、財布の用法をご用意ください。金丸選手提供の、はい、ホームウェブですね、はい、ブレスレット、はい、志賀選手提供木製ケーブル、泉田選手提供は、布団カバーで、本田選手提供は布団ですね、はい、井上正男選手提供ナイキのエアラムスチーミー、はい、バウンディアンボスマン選手提供は、はい、ニーパッドですか、はい、ニーパッド、大森選手提供のシャツ、菊池選手提供はサイン入りオーバーオール、小川選手提供は、はい、試合用のタイツとシューズですね、加瀬選手提供はこちらビジネスバッグT シャツですね、はい、木村選手 T シャツです、エーゲー選手提供は、はい、最初の順ですね、エアマック選手提供は、去年の6月30日小川選手から世界ジュニアのラッシュした時に来たジャンパー、私は桃田選手がですね、毎年ハワイに行く時に、セルフィオンショーのために、買ってましたけど、ジャンプ古田選手提供は AWA 世界イベントラッシュリーに入ったインクシュー、秋山選手提供は、去年の武道館で着用したジャンパーですね、小橋選手提供は、ジャンパーですね、田村選手提供は、E マットライトですね、E マットライトです、川選手提供は、本日試合で着用する、カマーの隠し味になりきると、こちらは、ニーパッドレガースシューズ、本日ゲームに入る新発売のカマーの下着に入ったんですね、はい、本人に入る、ランダー選手以外のセットだよ、リザー選手提供は、インクルシューズと先シリーズ西田君の入場のジャンパーですね、ジャイアンツ小川選手提供の、靴ですね、はい、じゃあ何に言えないことですか、大変素晴らしいですね、月曜日敬老日の日最中の後楽園ホール97番感謝デーの始まりです。ビデオ解説よろしくお願いします。第1試合はチャックマッチ30分1本勝ボーダー3つバー吉成組対菊池剛野山さん組です。ボーダー今日は後楽園ホール1回のチケットプレゼントは早々と完売売り切れという形で出たの。そうですね、まあ、普段見られないカードを作りましたんでね、評判も良かったですね。ありがとうございますね。そうですね、大試合坊さん、モーダーミツがやはり会場人数が大きかったんですけど、やっぱ小川選手が次の間ね、もしまでなかなかという試合で非常に小川選手らしくて良かったなと思いますけど、いつなんでしょう。まあ、そうですね、まあ、負けちゃったんですけどもね、やっぱり、キャリアも技も豊富ですからね、ただやっぱり、モスマンとやった時に、もうモスマンが最近、随分その体力もついてきましたしね、もういろんな意味ですごく良くなってきましたんでね、かなり試合巧者になってきそうですね。それでは今、アルゼンチンバックであった井上雅雄選手の成長ぶりというのを、このところ、急に伸びてきたと思います。まあ、そうなんですよ。そうなんですけども、なんかこう、まだ自分がこう、下っ端というか、死んでしいというか、そんな感じが抜けないんですよね。はい、どうしても、相手はみんな先輩ですからね。そういうところに、ちょっとこう、戸惑いがあって、伸び悩んでるっていう。ように僕は思うんです。いろんな技を出すんですけどね、それもファンも知ってて、最上の声援というのは井上選手大きいですよね。そうですね、あと一つは抜けるとしたら皆さん
どの辺が課題なんですか。もうね、課題はね、はい、ですからもう遠慮なしにやるということだと思うんですよ。はい、先輩だという気持ちをなくしなきゃいけないですね。はい、シリーズ見ていたらチャンスはすごく井上選手多くなってきてますね。そうですね、ですから技も出てきましたしね、はい、体も大きくなってきましたから、上半身大きいですね。誰と対戦してもね、そこそこいけるようになったんです。ここから先が馬場さん、ここから先が一つ、ね、大変なんですよ、ですから、こうやって5番なり自分たちの先輩にね、はい、やっぱりボール勝ちをして初めて自信がついてきますね。先輩のボール勝ちですね。そうです、その一つの勝ち星が飛躍への。そうですね。さあ、菊池選手よく見てますね、見て。そうですね、見てるということと、はい、癖をよくやっぱり分かってますからね、相手選手は、ですから距離を積むということはね、こうすればこうなるということをやっぱりある程度読めるということがキャリアですからね、はい、やっぱりキャリアがないと読めませんから。追加する技を相手にして、はい、おっと決まったか、決まりました。14分22秒回転を組み合わせて、大橋選手が菊池選手を応援しました。菊池選手がちょっと見られませんでした。そうですね、もうちょっとこう頭を働かしたというか、そういうところが欲しいんですよね。はい、第2試合に金町さんという戦力一本勝負、大森主役みたいに踏んだ金丸、金丸選手が今年少し株を上げたというか、対等選手の選手にしてるんですよね。そうですね、まあ、この体ですからね、もういろんなスピードと技と、もう飛び技でしか勝負の必要がないと思うんですよね。ですから見てる目には非常に面白いんですけどもね、ちょっとパワーがね、足りないかなと思うんですが、そんなの、余裕にしないところがちょっと今まで余裕についてますね。全くね、その、小さくて言われるのかなと思いましたよね。それはもう、こうやって、三沢とやったりね、秋山とやったりするようになりましたからね。久保さんの予想をちょっと超えて成長した選手という評価。まあそうですけども、面白いという点ではね、確かに面白いんですけども、対戦はするけども、かなり勝つようなことがあるかというと、まだまだ遠い話ですからね。ただお客さんを喜ばせてくれるという点では、結構人気がありますからね。全日本プロレスの方、少し小さいんですけど、毛色が変わったという。そうです、そうですよね。あと坊さん、少し秋山選手から遅れを取ったんですけども、ひげなんか生やしてなんとかこう自分を変身して頑張っていくんですけど、大森選手はいかがなんですか。そうですね、一時よりも2頭技が出てきましたしね、はい、技のつながりが出てきたんですよね、はい、ですからやっぱりこれもまた3冠に挑戦したりする気も近いんじゃないかと思いますね。今年秋山選手は宇佐選手の新体調選手一つの壁をクリアしましたよね。そうですね、宇佐にとって大森選手可愛いと言ったら欲しいんですけど、伸びて欲しい選手の一人でしょう。そうですね、体もいいですし、はい、こういうこともやるんですよね。今まで大森がこんな技をやったっていうのは初めて見ましたよ、はい、だから
何をやってもやれるんですけども、やった次の後何をやるのかというところが出てこないんですよね。いい技をやっても後は続かないと、はい、せっかく あの相手を痛めつけてもそこで相手も休んでしまいますからね。そうですね。石田選手も一向にまだ体は大きくなりませんね。かなりのキャリア続いてなりませんね。とにかくね、4年間で3キロしか太らないって言うんですよ。確か3キロですね、体重がね、はい、体はね、この胸なんかも大きくなってきたんですけども、はい、不思議ですね。これはやっぱり精神的なものがあるんでしょうかね。そうでしょうかね。やっぱりこういうところはお客さん喜びますね。そうですね。ですからこういうことはね、やっぱり体が小さくなかったら、体重の少ない人でなかったらできないんですよね、まあ、で体重のある人がこれをやったら素晴らしいことになりますけどね、ちょっとやっぱり無理ですよね。どうぞ昔あのドンリョウジロさんっていうのはでかいのに軽かったですよね。そうですね。ですからまあここまでこんなにというわけにはいかなかったですよね。でも馬場さんも昔は32年ロケットをドンタってやられてますよ、6年場所まして、ね、この金丸というのは運動神経いいんですよね、はい、僕単にあのボール投げをするときに、はい、エイミンさんの場合2回投げる人というのを思ってたんですけど、ね、いやっと一生懸命の金丸選手が15分の中でも最後に取り出されました。第3試合に突入、シングルマッチ30分一本勝負、マウナケアボスの一杯、サコサト。本当にさっきも話してたんですけど、モスマンの僕は、応用力のある戦い方というのは、かなり戦力アップに僕は見ているんですよね。そうですね、それね、やっぱりハンセンだ、ウィリアムズだ、エースだ、スプラとね、どんどん対戦をしてきたことがね、やっぱり、ずいぶん、力になってると思いますね。この6人タッグマッチの中に入って揉まれに揉まれて揉まれ込んだということですね。そうですね。ハワイ出身なんですけど、日本のこう環境というかレスリングのこの人は性格的にはどうなんですか。ね、ハワイのこういう人はね、すごくなんていうか賢いんですよ。まああんまり変なことは言いませんけどね、ちょっとこうあんまり賢くないような感じを持つじゃないですか、ハワイアンとかなんとか外人さんは。でもね、それにしてはね、変日本的で、その先輩後輩とか日本スタイルの上下の関係なんかをよく身につけてますしね、分かってますからね。そうですね。ハワイ出身でお相撲さんから来たレスラーになろうとして途中で脱落するのやめた人がいっぱいいるんですね。そうですね。耐えられなくなって、はい、それを思うと非常にこの人は粘り強いですね。そうですね。1年ごとに成長してるんじゃないですか。そうです、本当にね、すごい度胸してますよ。度胸、生活風土習慣が違うところでここまで全日本プロレスの1位になりきってやってるというのは大したもんですよね。そうですね。もう完全に馬場さんこれ1位でしょ。はい、そうですね。おっと最近膝を狙ってくる攻撃というのは各選手どうさん多いですね。これ本当に有効ですよね、この技はね。あ、そうですか、ね、それを集中的に攻め込んでいくんですよね。膝をね、こうやって飛び切りでいったらね、ちょっと大変ですよ。
まともに受けてるんですからね、横からでも前からでも。あの動きがピッと止まるですね。こういう技をね、あの食う練習というものをしてないんですよね。はいはいはい、練習ができないものを食うとやっぱ大変ですよ。オスマン選手はあの攻撃すると顔の表情までちょっと違う。そうですそうです、はい。いや今プロレスが面白いんですかね、楽しいところ。もうそうでしょうね、面白くてしょうがないんじゃないですかね。それであのジュニアのチャンピオンになったとなると、また目標もできて、やっぱり自信というのは、僕はこれは一つ大きな財産でしょうね。そうですね。ですからね、ここまで来てね、お前もう世界中に通じるレスラーになったんだからね、WCW なり WWF なりってやるかって、やっぱり嫌だと思うんですよ。彼らはそのレスリングのレベルというものがね、もうこのマウナケアの場合よく知ってましてね、あっち行ったら下手になるとそんな言い方をしますしね。でもばあさん、逆に考えたら外国人の人から言うと、あっちは楽でしょってことですか。下手イコール楽というか、全日本のプロレスはかなりハードで しんどい。それはそうでしょうね、動きがやっぱり大変ですからね、でいろんな技もいっぱいありますから、全日本のプロレス見て、ダブルシダブルとかダブルシダブルとか、僕なんか、いや、あの内容様は楽だなという印象を持ちますよ。いや、楽だなと思うんでしょうけど、やってる人たちはやっぱりその中身がないですから、あれで精一杯なんですよね。だから彼らは決して楽じゃないんですよ。そうですか。それ全日本の選手があれをやってたら楽でしょうがないと思うんですよ。はいはいはい。こうやって朝日もいい技を出すんですよね。今なんかちょっとした技ですもんね。そうですね。あっと、これは思いっきり投げて頭から落としたという。頭から落としたのか、はい、マウナケアが重すぎたのか、これとかちょっとわからないですね、今のものはね。コーナーを利用するこの日というのは、非常にあの近代でいうか多彩になりましたね。そうですね、コーナーポスト、こうやって思いもかけない技が出ると、やっぱり勝てるチャンスはあるんですよね。切り返された。あっと、まだこういう瞬間に技が出るっていうことが、やっぱりこの運動神経のいいところなんですよね。読んでいてもあの技出ないんですよね。そうですね。ですから一番このプロレスに大事なのは、どこで何が出てくるかわからない、それに対処できる、やっぱ運動神経というものが必要なんですよね。その反射神経が素晴らしいですね。やっぱり皆さん考えてますね。あらゆる体勢からあらゆる技を出せるんですね。今なんかいいですよ、技はね。誰も教えないんですよ。教えないんだけど、やっぱり自分でよく考えて、こういう技を使うんですよね。技が出てくるってことは、普段やっぱりよく考えてるということなんですよね。ちょっと、ちょっと。
見る側からしてもちょっとあの形が違ったり角度が違う技が出るとやっぱり新鮮な印象を受けますね。そうですね。さあ、おっと、これはどちらがスワンチ。さあ、お客さんの拍手で、もうここは正念場が人間の状態になるともうどうなんでしょう、スタミナ、まあスタミナというところはできませんので、まだね、はい、若いですし、はい、みんな軽い2人ですからね、はい、おっと、ボスマン19分55秒エビの止めで今の決めたというちょっとしたボスマン、やっぱり対戦は何回もありますからね、お互いによく知ってますから、なんかやっぱり意表ついたもんでなきゃ勝負はつきませんからね。今はお客さんの想像ちょっと変えたわけですよね。そういう技が出るとやっぱりお客さんの方が多いですね。そういう技がやっぱり有効ですよね。さあ、第4試合、6人タイムマッチ30分1分以上、こちょっとさ、今までないカードで倒産、倒産とエーゲン、ハルカとエーゲン選手がさらにドローアンカーという形で対するは、いつも倒産のカードラッシャー、キングは、プチマザーの泉田中央一緒に倒産さん、今まで我々と倒産されたんですけどいかがなんでしょうか。そうですね、まあ、お祭りですからね。まさか、調子者の荒川選手が入るというのはやっぱちょっと今までとは違いますよね。そうですね、天下の調子者でいるから。あ、そうですか、ね、ちょっとパフォーマンスというかやりすぎというところもあるんですよね。そうですね、この人はこの人に自分を生かすためにはこうしなきゃいけないんじゃないかなというふうに僕はリングで思いましたけども、50の差を超えて久々にリングに上がると嬉しいんでしょうね、やっぱりお客さんも。まあ、それはそうですよ。どうぞ、エイゲンさんとタッグを組むというのはいかがでしょう。みんなね、もう経験を持ってますからね、はい、どうなったってどうということはないんですよ、タイミングが悪いなとかそういうようなことはありませんし、はい、タイミングがいいとか悪いとかというほど動きの速いレスリングをするわけでもないですからね。されたらリングに上がるとこう全体を見られますね、あの会場。今日どうさん先発隊がエーゲンさんなんですけども、ちょっとどうさん惹かれてたんですよ。やっぱりね、木村と当たる試合をするというのはやっぱりちょっとお互いに嫌なんじゃないですかね。なんとなく少し引かれてたなという印象を受けたんですよね。レイヨとアピールするんですが、エーゲンさんも元気印の中年ですね。はい、さあ木村さんはどこかちょっと上に上がるんですかね。上がらなくちゃったんですね、やっぱり。でも、エーゲンさんのところ足の運びも軽いですね。そうですね、まあちょっとやっぱり歩幅はちょっと小さいですけどね。もう確かにいいコンディションしてますよ。あ、そうですか。なんかこの2人は意外とエーゲンの中でも息が合ってますね。
子なんでしょうね、変な男、こんな男。そうですね、いや、僕もわからないんですよ。はい、でもやっぱりこの同じロングタイツの黒を履いてるんですけど、やっぱり小さいですね。そうですね、小さいですね、はい、この人よくやってきたなと思いますよ。あ、はい、本当にこう見るとかなり小さいなという印象。よし、吉本プロレスみたいな印象。頭抱えて今日は、まあ、ファン感謝デーという形でね、本当に祭りですね、これは。その荒川選手どんな対処をするのかというのも一つの興味あるところなんですが、嫌でしょうね。でもね、まあ、荒川って人は話を聞くと本当に面白い人なんですね。もうアマレスで飛び蹴りをしたなんていう人ですよね。はいはいはい、鹿児島出身なんですよね。そうですね、今のはどうさん、やっぱり持って生まれつきの天性なんでしょうね。そうですね、いつも玉川が走ってるのでコンディションがいいというのを自慢にしてるんですけどね。コンディションが良さそうですよね。いや、何をしてるんでしょうね。ユーブとユーブの間をね、チョップしてるんですよ。ユーブとユーブの間を、プロレスを何年やってたんでしょうね。結構長い間やってたんですよね。もう20年前。これをやってきたっていうのは理解できないですよね。理解できませんか。まあ、荒川さんだから許されたというのが どうなんでしょうね。なんか坊さんの出る間がないですね、このままいくと。あれはいいでしょう。あ、そうですか、はい。まあ、喉は反則なんですけどもね、反則も5つカウント5以内はということになってますからね、さあコーナー詰めて落としてもいいでしょう。エルボさあカウント、あれ、
馬場さんとラッシャー選手の絡み見たいんですけどね。力が入ってないみたいですね。どうだったんですか。おかしくて閉まりましたよ。はい、行くぞ。はい、行くぞ。選手にタッチ。これは得意なんですよね、昔から。でもやっぱり荒川はね、はい、体が小さいですからね、こうやってやっていく以外に自分の生きる道はないんでしょうね。そうですね。愛嬌で言えば愛嬌なんですけどね。さあ木村選手と、はい、よくさ全日本プロレス知ってください。いかがなんですかこれ。いや僕も知りませんでしたからね。僕も初めて言いましたよ。笑ってしまったよこれ。いやでもこうやってね、やっぱ20年もやってきたんでしょうからね。まあ、まずはファン感謝デートというにはお客さんも納得して見てましたね。そうですね。まあね、僕らのコロナ禍ではやっぱりもうあのタイトルマッチに挑戦しようという人はいませんからね。はいはい。まあ、これはこれでまた、楽しんでもらえばいいかなとは思います。はい、うわちょっとこれどうし
降参したのか。淵選手はいかがなんでしょう、おばあさん。こんなんでね、まあ、まだ若いですからね、若いのに、あの年寄りとばっかり試合やってますんで、はいはい、よっしゃ、はい、坊さんは頭硬いようなんですか、柔らかいんですか。いや、やられてるうちに硬くなりましたよ。硬くなった、やっぱ年を取ってね、頭って硬くなるんだそうですよ。あ、そうですか。うん、年とともにね、骨は硬くなるらしいですよ。坊さん、若い時にじゃあボーブラジンのヘッドバットはどうなってましたか。背も高いしね、上から、まあ、あの飛び降りてきますからね。身長は、ね、ジャンプするでしょ、ですからね、それで体重もあったですからね、あの実績はすごかったですよ。すごかった、ああいう続きのようなものを飛び方する選手って、バス嫌でしょうね。まあ、ボブブラジルの場合には、いろんな技をいっぱい持ってますよね。技というの自分であの、飛んだり、ジャンプしたり、すごいものをいっぱい持ってましたよね。ただ、相手をやっつける技じゃなくて、逃げる技でしたけどもね。まあ、攻めるのはやっぱり、あの実績だけでしたけども。ぐりがりしてましたもんね。そうですね。福さんだし、痛いですよ、あれは。あの、もうロープを使って走るだけでも、あれロープに当てるだけで、あの技ができますからね。あの飛んで行った時、そうです、ものすごい硬いもんですね、あの試合を遠ざかっていて、あのロープに飛んだその人が身にしみるという。そうですね、ですから若い人たちはあのロープを使って使えないんですよね。その人たちに練習させるとね、もう脇腹、背中はもう本当にあざだらけになります。ロープです。ピンと張ってますからね。そうです。さあ、これは場外に飛ばされて、すごい許しに出て、おっと、ベキベさあ、こちらの方ではおお、ベキベさん、すられて転がってしまうというか、崩れたんですけども、エーゲン選手がラッシャー、木村選手をエビ固めで、ちょっと最後はよりうるってしましたね。そうです ね、まあ、ここはね、体が硬い者同士ですよ ね、 ね、木村さんがなんかよりうるのよりうるというか、一応バーさんとエーゲン選手と、ね、バーさん選手がチーム勝ちと言われて、はい、なんとなく変な試合でしたね。そうです、坊さんは物足りなかったんじゃないですか。
まあね、試合にはならないみたいな試合でしたね。久しぶり。久しぶりで、兄貴と試合ができると思って、いかんない興奮して出れなかったな。今日は兄貴とバックアップだと言って、兄貴がお前のものだと思ったらお前だ。今日はちょっと貸してやったんだけど、それにしてもちお前俺を蹴りそうだな。言うとけるな、今日は俺は明けの商売の一員だよ。そこはね、仕方がないと思うんですよ。こういう世界ですからね。ですからそこはあとはもう技で力で見せて自分の上へ行かなきゃいけないですからね。田上小橋秋山組はこのコーナーに3人割と揃っていて、田上選手は真ん中という形にこうなってるんですけど、一方の三沢選手は面白いですね。川田選手が離れちゃってるんですよ、一人だけ。長谷選手が真ん中にいるという、なんともこのいかにも三沢選手と川田選手が敬遠してるのかなんかという、ここはやっぱりあるでしょうね。ですからね、これがね、やっぱり試合が始まってしまうとね、もうこれがなくなるんですよね。ああ、ゴングが鳴った瞬間に、この組み合わせの構造がすごく僕は最初見たとき面白いなと思ったんですよ。田上選手が真ん中にいて、いきなり川田選手との絡みがスタートになるんですよね。そうですね、こういう展開はちょっと予想してなかったんですけども、10倍はやはり
ームの中で敵の味方も5人自分とは違う人たちをやはり意識するでしょうね。そうですね。いやこれねもうこの6人の中で6人ともがみんな一人一人意識してますよ。意識していながら、はい、これ自分たちはこの3人が自分たちの自分のパートナーだということは頭に入れて、やっぱりこの試合ですから、はい、この試合に勝つためにその3人がやっぱり呼吸を合わせなきゃいけないですね、はい、そういう点ではその呼吸が合うキャリアを持った人たちですから、はい、で技もある人たちですから、はい、きちんとやれると思うんですね。はい、ボアさん、これいきなりもうそのルーラー落としを出すというのはこれ気合が入ってる証拠でしょうかね、田辺先生。そうです。ですから、いやこのね、会場の雰囲気がやっぱりこう、もうやらざるを得ないようなムードに追い込んでしまうんですね、ファンのあの声援がね。ですから、お客さんがたくさんいっぱい入っているときには、自然的に試合も良くなるということなんですよ。選手がもう選手があのお客さんに興奮することは、興奮することは選手も興奮しますからね。今あの三沢選手が入ってくるだけでうおーというこのテンションの高さというのはいつも全然違うということですね。そうですね。三沢選手は今年あの1月に大阪で3月のチャンピオンになってずっと守り続けている。このまま行くと1年を通してというかなりこれは三冠王者としては実績を誇ってきましたね。そうですね。あのやっぱり三沢があの田上に取られてやっぱり悔しかったんだろうと思うんですよね。そういう点ではやっぱり一つ三沢がこうちょっと抜けて出ているんじゃないかなと思うんです。小橋さんも大阪で素晴らしい試合でしたし、川田と の, あの武道館の試合なんかも、はい、この2試合は本当にもう2人無差ですよね。三沢選手の場合なんかそんなに強いという印象は なくて負けそうになるのかなと思ったところから勝ちとしまうという、あの体がね、いろんな技を出しますし、危ない時にこう逃げるあの敏捷さというかね。危ない時ですか。これはねやっぱり素晴らしいものがありますよ、あれ坊さん、長谷選手この巨漢の田上選手をいきなり田上選手をこういうのは初めてですよね。そうですね。このジャイアントスイングというのはドンレオジャーさんみたいにでかいレスラーがやるチャンスですね。そうですね。僕もやりましたけどもね。お坊さんも、はい、もう今の田植えなんかうんと目が回ってるんですよね、いやあの長谷も少しは目が回りますからね、30回。これでね、長谷がやっぱりこれをあの田植えを投げて自分がデンと立っているというか、すぐカバーに行けるぐらいでないとこれでフォールというところまでいかないですね。まあ、出てね、長谷がここでやったというのはね、分かるんですよ。自分の体力が消耗していないうちにやってしまうとかね。早いうちに、自分の体力が消耗してからじゃ田植えは大きすぎてできませんからね。そういう計算も働いてるわけですね。そうですね。これはねやっぱりね、人に言えない自分だけの計算っていうのはね、もう6人とも持ってますよ。あ、それぞれの選手がもう秘めてるわけですか。はい、さんが見た印象というのは、あれね、よくあの練習してるんですよ、はい、まあ限界感で練習はできないんでしょうけどね、本当にね合宿行ったりしてね、はい、よく練習してますよ。そういう点ではやっぱり真面目な
選手ですよね。あの一見すると二足のあらずという判断が不利があるんですけど、じゃあ馬場さんはコンディションに関してはどう書くというの？コンディションが良くならなきゃ出てきませんからね。この視点にと考えはなかったですよね。そうですね。ですから全員が来た時にやっぱり最初から第一試合で最初から やりましたからね。はい、何でしょうか。なんかまさにゴールってゴールしたなということからスタートした橋も偉いですね。そうですね。そう、秋山選手、三冠挑戦への夢を今年は一応達成して、かなりの力量があったんですけど、あの挑戦をして、やっぱり負けた、あの負けたけどもあの何か得るものがあったと思うんですよね、はい、ただ僕はあの三冠を挑戦したところも、やっぱり秋山が三冠に挑戦したんですけど、秋山が秋山でないようなものを出してくれるかと思ったんですよね。やっぱり秋山が今までの秋山だとなんかこうやっぱり一つ足りないんだろうと思うんですよ。でその三冠戦においてもう一つ秋山がおおというものがいっぱいあるんですけど、今まで見たことないようなものがあったらもうもしかしたら勝てるんじゃないかなというようなところまで行くんじゃないかと思いますね。こういうところはやっぱり三沢も知ってますし、はい、他の人にもやられてますから、あ秋山でなくてもある技なんですね、うん、ですから秋山が自分の変わった技を出してもっと攻めるようになったら素晴らしいと思うんですよね。そういうあの隠し技という秘密兵器というのは偶然にできたり生まれたりするんですか？いや、あの偶然に出るんですよ。でも偶然に出るものをそれからそこからおこれはすごいなと思った時、そこから自分はそれを研究してね、その技を完成させなきゃいけない。実は馬場さんの一番得意としたフライング、あのジャンピングありましたね、レッグブリック、はいはい、あれは偶然なんです。そうです、あれもね、あの一番最初ねドリーファンクジュニアとね、仙台の体育館でやりましたね。で僕は危ないなと思って彼がこうタックルを体当たりしてくるところを結局とっさに自分が飛び上がって、あの彼の脳に手をかけて、倒したというのが最初ですからね、これも別に考えていたわけじゃないんですよ、とっさに出た、それが悪い効果的だった、それからやっぱりこう考えるようになったんですよね。ネットと思います。そうです、あの技はここという時にしか出さなかったですよね。そうですね、でもですからあんまりやって研究されるのも困りますからね。ウィルスだとすぐに技を出したがるというところはちょっと見えないじゃないかと思うんですけどね。カーボンジュラム、そうですね、ですからそういう技がいっぱいあるんですよ、あるんですけども、やるとね、やられる方もそれに対その受け身をちゃんと上手に取れるわけですよね。だからその取れなくなる、取れないようなことをしなきゃいけないわけですから、そういう点でその研究をしなきゃいけない。ダメ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 、難しいというか奥の深いもんですね。そういう点ではね、もう本当に奥深いもんですよね。最後に来るそういう日はあったんですね。もう16問だってそうですよ。僕はあのニューヨークで、スカルマフに蹴られて蹴られて彼のタックルを避けるというか、その避ける間がなくて足を出したらね、あの相手がその足に当たってひっくり返ったというのが最初ですからね。でそれからあこれはいいなというんでこう考えたんですから。バオさん、あれはジャイアンツ時代のピッチャーでマウンドで足を上げるということをうまく作用したんですか？そうでしょうね。ですから僕は左足しかありませんからね、右足は上げないんですよ、だからそういう点でもとっさですよね。
とっさに出たのがやっぱり左足ですから。はい、普通なんか右足っていうの、まあみんな右足で蹴ってますね。ハッシュってブランドでこう締めてきたりするんですよね。そうですね、僕の中で、はい、まあ、やっぱりあの一番体力がありませんからね、はい、ブランドの方があのいいと思います。あ、なるほど。はい、気をつけて。ただ上に乗られるとあの自分が下になるとやっぱりきついですけどね。はい、よいしょ、よいしょ。体のでかい選手に対して両打で足攻めるというのはかなり有効ですね。そうですね。あの相手の選手は手が届きませんもんね、反撃しようにしようにも。足と首両方攻めるというのは玉固めの体勢に入って、これがね、やっぱりこれがちょっとね、あの聞きにくいというのは、長谷川太郎よりも身長がうんと低いですからね、はい、これが今度はあの長谷川の身長がもっと高いと聞くんですけどね、はい、これちょっと無理でしょう。ロメロスペシャル。こういうとこちょっと無茶ですね、馬場さん。これはね、やっぱり田上の体質をやっぱり研究していかないとね。やっぱり技っていうのはね、誰でも何でもかかるもんではないですからね。相手の体質ですか。体の硬い人もいますし、年を取った人もいますし。沢野選手もタッチして足攻めに来ましたよ、これは。沢野選手嫌がってるんですかね。そうでしょうね、田上はやっぱり、寝てやるレースが得意じゃないですかね。さあ、浅野選手、何進んだのか、やっぱり足を取りました。みんな足攻めに3人とも共通していきますね。そうですね、やっぱこれね、足を攻めたら徹底的にして足を攻めるというのは、ね、やっぱりあの情動ですよ。ここで足を攻めてたのが今度は三沢が変わって手を攻めたらね、前の川田が何してたというか意味がなくなっちゃいますからね。本当にこの、ですからこういう点でもこの彼らのコンビネーションというか、これはもう初めて組んだわけじゃないですけども、何年ぶりかでこうチームを組んでもそういうもんだということが分かってますからね。これもう本当に目に見えない形でもう自然にできてるんですね。そうです。理性ですよね。そうですね。いや、なかなかこれは見応えのあるというか、さあ、一回りしたらまた発生機に帰ってきて、反撃したぞ。さあ、
大橋選手登場。2人の勢いちゃうか、どう見られたんですか。いや、あのね、やっぱ長谷もよく頑張りましたよ。ええ、攻めていくことはね、非常に得意でしたね、長谷は。ただもうちょっとやっぱ守りをね、小橋に攻められた時に、受け身とか逃げ方をもうちょっと勉強すればいいと思いますよね。足が出てきたらやっぱりきついでしょうね。そうですよ。ですからね、プロレスでこうやって殴るだけじゃないんです。どっから足が出てくるかも分かりませんしね。今のは効きますよね。急に足が出てきたんですよ。これは受け身を取るようなやつだね。相手方たちあっさりやられちゃうと余計あるでしょうね。小橋はやっぱり力がありますからね、もう持ち上げられたらやられた方は出す術ありませんからね、してんのに対して食らい負けするところが消えましたね。そうですね、それがやっぱり、良くなったなという最大の理由でしょうね。顔の成功ですね。さあ、両替で打ち抜けいく。するか。ガチ抑えたけど。最初に山場ですね、これは。そうですね、でもね、川名がよくね、頑張ってます、落とされて、はい、これだけまだ足動きますからね、はい、これはやっぱりレスラーの修正でしょうかね。修正ですか。いや、本当ならね、もうこれはあれですよ、もう伸びても仕方がないなと思うような技でしたよね、さっきは。馬場さんもそういうモールをして、実は修正でグッて頑張ってきたところが何回も。そうですね、はい、それはね、本当にダメな時はもうそのまんまダメになっちゃってカウンターするになるんですけど、ね、外へ出されましたよね、出されたところにカウンターが
腹に殴られました。投げられた時でも多少でも走れましたからね。そうするともうそうやって売るうちに意識が戻りますからね。体なのに大きな技を出そう出そうとしますね。そうですね。さあちょっとさっきは初選手がタッチして逃げた形になってたんだけど、反動ですね。しょうがないですよ。やっぱり小橋に叩かれるよね。響きますからね。何回もこらえたらやっぱりバテますよ。思わず三沢選手が入って、はい、助けに入りましたね。これはやばいと言うんで。さあ三沢選手が登場した。できますね。そうですよ。そういうことですね。この三沢がね、やっぱりチャンピオンを守り抜けるあの秘訣だと思うんですよね。普通に体回れちゃうでしょ。はい、こういった重装でビシッと決めちゃうんですよね。まあ、さこの6人団子マッチというのは本当に全日本プロレスのプロレスのエッセンスというか、まあ、王道というものを余すところなく見せているという。そうですね。やっぱこの、ね、6人がね、自分の
技をみんな出し切ったらね、これは素晴らしいものになりますよ。あとはもう技の種類なんて今のところはもう今あるだけのものですから、はい、このあとタイミングですね。はい、力が入ってきた。おお、サブシーミスだ。ゴリンテル。どうなんでしょう、おばさん。コバ選手、久しぶりの。そうですね、いいですね。ああいう技を出るとなかなか楽しいですね。そうですね。もう最近ね、この技を小橋があんまりやらないんで心配してたんですけども、はい、こうやって出ましたね。はい、体が少しでかくなりすぎたっていう幅が、まあ、大きくなりましたね。確かに上半身なんか、はい、うまい連携で、あのパワーボムというのはミュウちゃんにどいつ見てもヒヤッとしますね。本当にね、一瞬のうちですからね、打ちどころが悪いともう即頭いっちゃいますからね。こういうやっぱりその瞬間のね、本当にこれがやっぱり身についてないと危なくてね、本当にレートの瞬間ですね。昔はでもルーテンのあんな技をやってますよね。そうです。ですから自分が持ち上げられてバットに当たる間が本当に 0.何秒しかないですから、その間に今自分の体がどこにあって首をその上に、頭を上に上げていかなきゃいけないですからね、こういうあの運動神経というか反射神経といいますかね、本当に難しいんですよ。これはね、やっぱり本当にここの首を鍛えていなかったらね、首の骨は折れるんですよね。本来の技は気球技ですよ。気球技は本当に、あの禁止というものがないですからね。プロレスにはその、まあ、やってはいけませんよというものは、顔面を殴ってはいけません、首を喉を打ってはいけません、急所を蹴ってはいけません、向こう爪蹴ってはいけませんということと、つま先で蹴ってはいけません、パンチで顔を殴ってはいけませんということだけですけどね、あと首を締めてもいけませんけども、反則はこれだけですから。こういうふうに投げられてその耐えられるというのがやっぱりこの中の選手だけじゃないかと思いますね。このレビューとしても大きいですね。
ちょ、あの瞬間を直撃したよ。おおっと、三沢選手、岡本いやー、若くて勢いいいですね、秋山選手は。そうですね、技がね、次から次と出るんですよ。おっと、いくらファンが増えていても異常でいませんもんね。こうやってね、やっぱり三沢がこう秋山の頭を攻めた、はい、と出てきたからがやっぱり頭に結構いく、はい、こういうところがやっぱりこんなもんなんて出てこうなるんですからね。これはやっぱりコンビネーションの良さというか、お互いにこうレースリングをよく知ってるというところですね。秋山に投げられてそこで本当は伸びてますよ、もうチクシャーと思って受け上がって帰りに行ったというね。このホワイトがやっぱりお客さんが喜んでくれるんですね。このお客さんがね、やっぱこうやって喜んでくれるから川田がこうやって頑張れるんですよね。そうですね、うん。やっぱりテンションが上がってると本当に心の広げが出てきますね。そうですよ、これはね、ああもう秋山が危ないなって小林はやっぱりもう用心してますからね、ねえ、こうやってやっぱりこの6人そのちぐはぐなメンバーですけども、絶対そのコンビネーションなんていうかな、どこが悪いとかそんなことは全然見当たりませんでしょ、ね、もう6人が試合したりというふうに、ね、見えますからね。秋山選手危ないと思ったら自分のコーナーしておいてタッチさせたよね。ですからいかにその、どういう組み合わせになっても負けたくないというその選手のことの表れがですね、やっぱり試合を面白くしてますよね。こういう積積の感じで組んだとしても、もうプロとしてそういう方でも自然になるんですね。そうですね。おお、また軽いですね。そうですね。37分5分経過という今場内アナウンスがあったんですけど、
そうですね。こういう時になる
と、その体力を気にしたら、不有利かということがね。逆に長谷は捕まってしまった。え、復活した、秋山は。先輩同士の後輩なんですけどね。そうですね、秋山選手はもう構えなしですもんね。おお、いや、こういう速さですね。あのこれがね、あの本当に良くなったところなんですよね。バーサンリューと素晴らしこいというやつですね。そうです、はい。おお、なんでこんな試合ができるのという感じですね。ですから今そこでね、秋山よしもこれワンツースリーと言われたって文句のつけようがないですよね。そうですね、お客さんだってね、怒りませんよ、それがこのやっぱ6人の中にみんなそれ言えるんですよね。足引きつけたろ。そうですね、今こう、顔を蹴った時に、ちょっとつったんでしょうね。なんか引きつけましたよ、右足を。今夜のジャンボ選手が入ってたらもう巨大な壁になってたんですけども、時代は本当に大きく変わりましたね。そうですね、やっぱりね、あの三沢がね、ジャンボにホール勝ちをしたというのは、そこからはもう本当にプロレスは変わりまして、7年前の武道館、あの時三沢選手の真相でしたよ。そうでしょうね、でもあの頑張りがやっぱりね、もう今のプロレスを支えてるんじゃないですかね。あそこがこの四天王のプロレス原点です。そうですね、いや、凄まじかったですね。ジャンボの選手攻めが、そうですね、きつかったというか、よくあそこ耐えて、三沢選手死ぬんじゃないかと思いましたよ。これは大きな落差の、あら、ちょっと止まられたな。それしても田辺選手と小林選手の即席コンビでああいう技をやるというのはなかなかですね。そうですね、いや、本当に素晴らしいですよ。おお、やっぱり右膝かな。ちょっと小林選手、
や今助走も足がもたついてましたね、ばあさん。うろうろ、あーやっぱり、すごいですね、馬場さん。秋山の勢いだといったら。そうですね、この勢いの良さは本当に一番ですね、うん、おー、またあーっと、馬場のガッツポーズして、いやこれ素晴らしいですね。非常に機敏な動きから、そうですね、やっぱりバサン前代のプロレスはスピード最優先ですかね、切れ味と。そうですね、スピードがあるということはやっぱり技も切れますからね、6人になりましたね。どうしてもあの外にいる2人を上がってこれないようにして技をやらないと難しいですよね、勝つのもね。仕留めることは厳しいですね。そうですね、カットされますね。さあ、しかし45分経過して、そう今観客席に映ったんですけど、女性ファン多いですね。そうでしたね、お客さんもびっくりでしょうね、これは。前に本当に女性ファンですよ。1、2、3人、4人、5人。おお。なんかバザーファンの人たちもどっちを応援していいのかもう分かんなくなりますね。ですからね、やられそうになった人を応援してますよね。もう引いてる必要がないですもんね、うん、おっ、そんかもじゃねえ、ここまで来たらやっぱりみんなもう本当にへばっているんですよね。ああ、ご注目、うん、
ーズとシーズンの真ん中にしてあるんですけども、まあ、これもしシーズンじゃとこれ本当明日はアメリカ大変ですね。そうですよ、今日かえってね、あのシリーズ中の方がね疲れはね、うん、疲れっていうか動きがこう毎日やってますからね疲れないんですけども、ね、やっぱり練習と試合違いますからね、練習の合間にこういう動きが出ると非常に疲れるんですよね。決まってしまってるシリーズ毎日やってた方がペースに減るわけですね。そうそうそう、このここで出したを出してほしい、うん、そうここに倒れがこれもっと早くボン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 こう技がいい、あそう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 、これはまた投げ技を見せてくれた。たまにね、これがね、頻繁に出るとね、やっぱりすごいと思うんですよね。ね、お投げっぱなし、うん、どうなんでしょう、まさこれ流れに飲まれて、こ出たんでしょうか、ね、そうですね、拳台、ね、の雰囲気に、お出るときには外の2人が健在であっては引けませんね、はい、あこれはダメージ大きい、うん、あーっと 見せかけて死んだふりでもやっぱりダメよ。なんとか僕は決めようとしてるんですよね、皆さん。そうですね、うん、ですから最初はあのこれ勝負つけようと思ったのがね、あの35分ぐらいの時にありましたね、はい、後からはもうこれで勝負つかないなら諦めたっていうような気持ちがみんなにあるんじゃないですかね。
まだまだ坊さん余力はあるんですね。そうですね、もうあの外でね待ってる間にこう回復しますからね、そういうところはねやっぱりみんなうまいですよ。外でこう自分の呼吸を整えてね、待ってるのはうまいですよ。この試合に限っては小橋選手が8選手勝ちましたね。そうですね、これはやっぱり小橋の力と体ですよ。タオエは、ね、これ一つじゃダメなんですよ。ここから続けないといけないんですね。あとえげつないっていう、こんなことしてというのが出てきたらね、僕は本当に三冠も夢じゃないと思いますね。一旦上に持ち上げておいて落とすという、その結果はこの1時間につながったと思うんですが、秋山もよく頑張りました。僕はやっぱり狙われるのはこの2人だろうと思ってましたけど、はい、本当によく頑張りましたよね。長谷もこのメンバーの中に入ってよくやりましたし、はい、秋山はこの6人5人に負けないんじゃないかと思うような動きをしましたよね、はい、素晴らしかったですね。非常に秋山選手のタフさというのを感じましたね、まあ、6人ですけど四天王のプロレスというのは本当にバーさんが理想とするプロレスの辞書みたいなもんですね。
辞書を見るみたいな。本当にまあよくまあね、こうやって自分たちの体をその自由に受け身を取るというか、自分に動かせますよね。ファン感謝の超満員ほどめという形でメインイベント終わったんですけども、さあ坊さん、次のシリーズ、これはね、もうやっぱり創立25周年の巡業ですからね、はい、やっぱり手入れて頑張らないとね。そうですね、はい、今日はさん本当に面白かったですね。そうですね、いい試合でしたね。喋り合いがあったというか、どうも本当に今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい。